昭和16年12月8日、日本はアメリカ、イギリスなどの連合軍を相手に太平洋戦争に突入。4年が過ぎた昭和20年、アメリカ軍は太平洋を次々と攻撃しながら日本本土に戦線を絞り込んでいた。あらかじめ日本の航空基地を壊滅させたアメリカ軍第20爆撃兵団は、空の要塞と呼ばれるボーイング29の大編隊による日本本土絨毯爆撃を開始した。それは人類が初めて体験する激烈な空襲となった。一方、アメリカではマンハッタン計画と呼ばれ、オッペンハイマーをはじめとする科学者たちが3年越しに研究を続けている核兵器の製造が完成されようとしていた。その日、午前2時45分、マリアナ諸島にあるアメリカのテニアン基地から3機の B-29 が飛び立った。お母ちゃん、うちが洗濯するけ、まだ無理したらいけんよね。ええよ、あんまり休んでると体がなまるけ。お父ちゃん、ええじゃろ、この船。あんちゃんが作ってくれたんじゃん。ええの。あんちゃん、学校から帰ったら、かわいって船走らすんじゃ。そうか、そりゃ楽しみじゃの。お、敵さん今日は早から来たの。また偵察来ちゃったの。お父ちゃん、B の飛行機もじゃ。よう晴れとるけ、はっきり残っとるの。今日は暑なるぞ。 Weather observation plane easily calling Enola Gay, calling Enola Gay. Weather's fair and clear over Hiroshima. Condition favorable for bombing. Roger Enola Gay. Getting ready to drop on target. お姉ちゃん、わしは先に学校へ行くぞ。うん。あんちゃん、早く帰ってこいや。帰って船を走らすんじゃけ。おう。約束じゃぞ。おい。お父ちゃん、お姉ちゃん、早く来てみたいや。どうしたんじゃ。アリが家の中入ってくるよ。ものすごいね。どうなってるんじゃ。B じゃ。え、 B29 じゃ。ほんとじゃ。いつの間に来たんじゃ。おかしいね、空襲警報ならんもんね。どうしたんだろう。 Altitude 3,600 feet.Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb.